はい、どうもおじさんです。幽霊へ行きます。はい、皆さんどうも、借りました。今日はこんな感じでバンにしました。なかなかいいですね、内装。ハンドルがちょっとちっちゃい。カップホルダー、スイッチ、ミラー、ヘッドライト、これなんだ、パーキング、ブレーキかな、わかんないあ、そうですね、プルオンかかりました。ブレーキオン、時間かかる。リリースあ、違う、え、何プレスブレーク&スイッチ、あ、ブレークね、ブレーク踏んで解除と。なるほど、研究してます。皆さん、新車です。156マイル見てみましょう。じゃん。今日のトラックはこんな感じです。 4231D フォード、強そうですね。トランジット250。マジ？かわいい、かわいいです、顔が。ほら、ちょっと荷物を移していきましょう。ふぅ、寒っ。あ、どうも。声が小さいんでしょ、マイクロフォン忘れちゃいました。なんでiPhone で音録音しますどうだっけ、レコーダー、オーディオ、ポイントかな。ちっちゃいハンドルがサーブ。まずね、プライムに戻ります。あの、箱があるんで箱を取りに行きます。ワイパーどれだ、これか、違う、ここか。解除、手が滑るな、大丈夫かな。なんかハンドルが遠い椅子が、
フラフラしてます。でトラックより走りやすいですね、運転しやすい。乗用車というか普通の車に近い、これより一つ大きい本当のトラックだとね、やっぱ本当トラックなんで乗り心地悪いし、運転はそんなしやすくないんですよ。雨が降ってきちゃいました、本格的に。入ったな。それが小さいんで、それに止まってます。横付けさせてもらいましょう、短時間なんで。ちょっと荷物、皆さん荷物取ってきます。はい、ではカーゴバンだからこっち行けない。それ行け。どうも、雨がすごい。これね、箱。はい、どうも。やばいことになってます。とりあえず箱積んで、そのこの間ちょっとお話したんですけど、巨大箱買ったんですけど、積みました12箱。あの1箱に4つ入ってるはずなんですけど、そんな本当入ってるのかな、4つも。まあしょうがない、後でチェックします。はい、まずは次の目的地へ向かいましょう。暖房入れました。顔が熱い。こうかな、 OK。 なんか慣れない車なんですごい緊張してます。緊張。止まれるスピードで行くっていう基本形、止まれるスピードで走りましょう。
153マイル新車を楽しんでます。で、今日なんでこのひどい天気の中で借りたかというと、冷房機が届いたんですよ。で、頼めばここまで配達してもらえるんですけど、変わんない よりめんどくさい、待たなきゃなんないから、で、結局ここでまたピックアップしなきゃなんないから、そのフェデックスフレイトっていう、なんか、パレット系の荷物として届いて、引き取りできるっていうことだったんで、フェデックスに行きます。それが今日の課題、目標。それよりちょっと心配なのが、この雨が雪に変わんないことを願ってます。UPS からバイクで戻ってこれないみたいな。大雨。よいしょ。曇るな、ガラスが。どうだったら曇り取れるんだ。こうか。ハンドルの小ささに馴染もうとしてます。なんか分かってきた。要はちょっとの回転でたくさん曲がるっていうトラックと違って、ちょっとでグワッといってくれる。それに気づき始めました。あとね、アライメントはいい。153マイルですからね。これでアライメント悪かったらショック。さすがに。なんかパタパタ言ってます。カタカタじゃん。なんかパタパタパタ、なんて言うんだろう、パチパチって。この居心地は悪くない。ステアリングはタイトです。タイト。遊びがあまりないです。ステアリングフィールもタイトで、コーナーを攻めるにはいいかもしれないです。嘘。それは嘘ね。もちろん。今行くフェデックスに関しては、ちらっと調べたんですよ。場所。住所は覚えてない、正確に。なんとかアライアンスアベニューみたいな。ただ、どこで曲がればいいかってのはなんとなく感覚つかんでるんで、行ってみようとしてます。空港のそば。うん。あのおじさんがユニサイクル遊び場の結構そばなんですよ。なんとなくわかるんで行こうとしてます。感覚で。なんかほんとミズーリー、この辺りってこんな感じなんですよ。昨日なんかも春みたいな感じ。なんかちょっとポカポカして風もほとんどなくて、ちょっと春かなと思っちゃうぐらいの兆しだったんですけど、今日はこんな感じ。まあ、温度は幸いなことに氷点下っていうか、凍る温度までいってないんで、助かってます。バイクを乗れる気合があれば。気合。滑んないです。まあ、滑んないっていうか、その氷じゃないんで、そういう意味で。すごい信号機が揺れてます。
なんかすごいフェデックスのどでかいヤードが見えてきました、左側に。これだな、多分これの気がする。多分これでしょう。アライアス、道の名前は合ってます、アライアス。フレイトを発見しました。入っていきます。どっちだ、カスタマーピックアップ&ドロップオファーとドッグドアナンバー2。どっちに入っていけばいいんだろう。聞いてみます。あ、いた。開けました、皆さん。行ってみましょう。フェデックスに侵入。ドックナンバー2です。2がない。1の次3に飛んでる。反対側だな。ああ、こっちは奇数です。うん、どうですか皆さん、フェデックス。あまりアクティビティはないです。箱車がたくさん止まってます、フェデックスの。ドックナンバー2を発見しました。なんか下がれそうなんで下がります。じゃあちょっと取ってきますね。これで、はい、どうもおじさんです。お願いしてきました。そしたらこのところからちょっと降りて、ここで待っててくださいって言われたんで待ってます。寒い。楽しみ。
1月、今日何日だろう、1月7か8なんですけど、冷房機をピックアップ入るかな。重さ178パウンドとかって出てました、トラッキングによると。180パウンド、3箱、多分室外機、室内機とあとアクセサリーだと思うんですけど、そんな感じです。こんな感じでフェデックスのトラックたちが止まっております。ほら、あとこっちが箱がいます。雨止んでくれるないかな、ちょうど荷物をピックアップして下ろしてうじゃうじゃやってたら、少し、まあ止まないにしても少し小降りになってくれればいいかなと思ったんですけど、どうでしょうか。フェデックスさんが来る前にちょっとこのトラックなんかチェックしましょう。トラックというかバンね。こんな感じです。レディオ、コントロールで、これシフトノブ、メーター周りこんな感じねです。なかなかよくできてます。雪が降ってきました。雪が降ってきましたけど、来てくれそうです。どうだ、入るかな。おじさんです。受け取ってきました。フェデックスフレイト。来ましたね、パレットで。パレット。送料無料ですよ、送料無料。まあ、とりあえず行きましょう、おろしに。とりあえずおろし行きます。はい、どうも。ちょっと UPS ストア行ってきます。ごめんなさい。どうも皆さん、また Amazon.com の罠にはまっちゃいました。なんか返品返品しようと思って昨日手続きしたんですよ。そしたらなんかこういう UPS ストアみたいなところに持ってってドロップオフ
のオプションで選んだんですよ。そしたら、まあ僕が気づいてなかっただけなんだけど、なんか3個のうち1個は UPS ストア、ここだけど、もう2個はなぜかステープルズって言って違う店に持ってってくださいって出てることに気づいてなくて、っていうのは申し込みした時は1回でできたんですよ。ボタン1個して3個返品だけど、ラベル見たら持ち込み先が違う。これは わざとですね嫌がらせしかもステープルズが反対ないです、反対側なんで。どうしようかな、ステープルズ先行くかな、雨すごいから。結構距離あるんですよこっからだと。罠。バイクで行こう。今日は行かないっす。距離結構あるんで、まあ結構って言っても多分行って帰ってきて1時間かかる。だからもう無駄です。今日は行かないっす。またアマゾンの罠ってことで諦めましょう。そう思ってます。下ろしに行きます。まずさあ、これね、ウォルマートさんから届いたやつです。テキサスから届いてます。行きましょう。割れてないかチェック。いいっすね。入ってるっぽい。蓋が4つあって、そうですね、多分これ間違いないです。結構これね、またのこれです。27ガロン。あっちの倉庫に行こう。こっちちょっと場所ないんで、これちょっと向こうの倉庫に移動していきます。
なるほど。なかなか大きさですね。驚いてます。こういう型番です。映ってますでしょうか。